怯えるな契約者よ。山の沖な長官に応じ姿を晒した。我に名はない。呼びやすい名で呼ぶがよい。我ハサンの中のハサンなり。屍を築き塔を建てるがごとし、いまだ成長期なり。血をまき散らし緑野を枯らすか。主よ、我が人生ここに救済の光を得た。長い時間によるものか。光の下であっても我が心は乱れぬ。汝は異教徒ではあるが信じるに足る者のようだ。特に心がいい。何事にも動じぬ精神こそ我らに必要なものだ。良い旅だ。良い思い出だ。良い、実に良い。我が終わりだ。この戦いの終わりに今度こそ消えたいものだ。我が契約者よ、働け。我は闇にうごめく亡霊に過ぎぬ。子としての欲望はない。汝の意志にのみ従う。主従とは使命の交換である。汝は命を救い我は命を返す。全ては光と影なのだ。契約者よ、受腕のか。悪魔の腕を取り付けてまで何をつかんだ。己の愚かさか。では首を出せ。性質のか。毒に浸した死体で何を守った。野に咲く花すら守れぬ孤独か。バカめ。首を出せ。百望のか。無数の知恵で何を積み上げた。役の魂で一の真理を奪い合う欲望か。愚か者め。首を出せ。放物か。首だな。剣をする者。怠惰。堕落。劣化なり。聖杯などというものはない。妄想と狂心を混同してはならぬ。鐘の音が聞こえる。今日は特別重い首があるようだ。祝え。そして刻むのだ。残りの人生を。それは恐怖ではない。確固たる覚悟というものだ。聞くがよい。万象は汝の名を指し示した。国士の藩、首を立つか。